はい、定刻になりました。それでは第2回平井大臣問題発言解明野党合同ヒアリングを開催をさせていただきます。それでは主催者であります原口、国対委員長代行の方から挨拶をお願いします。どうも、今日もありがとうございます。先日おっしゃった通りでしたね。モデル的にやってみたらどうかということを大臣が言って、約500人のデジタル庁で、特定の企業について試しにやってみろという音声がありました。それに加えて、示しがつかんという意味のことを言ってですね、舐められるから、それには見せしめが必要だと、言わんばかりのことを、これほどの発言をしてですね、いまだにその更迭もされてないと、もう数のおごりだと思います。その中で働かれている皆さんも本当に大変だなというふうに思います。行政をねじ曲げているのはいつも政治の方だという、この政治と金の問題、あるいは政治と不公正の問題、この問題について徹底的に追及をしていきたいということを申し上げて、お礼に変えたいと思います。どうもありがとうございます。それではですね、表紙はぐっていただきまして、質問通告に沿ってという形なんですが、ですね、この7番の説明、この公開した音声のですね、説明をしていただきながら、1番、2番とお答えをいただけますか。お願いいたします。内閣官房 IT 室の吉田でございます。よろしくお願いいたします。まず7番についてということで、昨日の、配布した、資料と公開したその音声をということで、これは提出させていただいております。で、資料に関してはですね、こちらの、別の資料になっておりますけれども、2021年6月22日内閣官房 IT 総合戦略室と肩に書いてある資料で、これが、音声を、文字に起こしたものでございます。で、説明続けてよろしいでしょうか。それで、まず、ご質問で、平井大臣の発言にあるそのが、そのというのはですね、どこにあるかというと、1ページ目ですね。1ページ目、その、だからこのそのベンチャーってのと、またあとそこの顔認証、このそのとそこのですね。で、これ、示すものを平井大臣に確認していただきたいという、項目いただきました。で、大臣にも確認しましたけれども、具体的な企業を念頭に置いているというわけではなくて、松尾研究所関係の顔認証のアルゴリズムを念頭に置いて発言した旨、ということで、これは6月18日の閣議後の記者会見でもですね、そのような質問を受けまして、答えている通りだということでございました。アルゴリズムじゃなくてベンチャーでしょ。だって彼が抱えているそのベンチャーって。ベンチャーっていうか、ベンチャーでもないなという言い方をしていてですね、で、最後、そのだからアルゴリズムがとても優秀と。いやいや、だって浅岡参事官がベンチャーですねって。彼はそういうふうに言いましたけれども、大臣にその真意を確認したところ、そのような説明でしたので、その旨報告させていただいております。すいません、アルゴリズムって定義を教えてください。定義というかですね、これつまりそのベンチャーの、個別の企業を念頭に置いているというわけではなくて、松尾研究所の方で、顔認証の技術をさまざま開発しているところ、これは企業の形態を取っていないものも含めて、さまざまなものがあるので勉強してくれという趣旨だったというふうに確認しております。いや、でもです、すいませんね、その後そのデジタル庁は NEC には死んでも発注しないんでって、個別の企業言ってるじゃないですか。だから、この文脈から言うと、NEC には死んでも発注しない、こんなこと公取許されますかね、特定の大臣が権限があることで、死んでも発注しないと。そして、今、アルゴリズムとおっしゃったけども、浅岡参事官が言ってるところを加えると、これは特定の松尾先生がなさっている企業、あるいはベンチャーと、そのことを指すっていうのは明らかだと思いますけどね。どうぞお答えください。
はい、念のため申し上げると、2ページ目のですね、分かりました、ちょっと松尾先生に聞いてみますというところで、話題が次の話題に行っているのではないかというふうに、思っています。2つ目ですけれども、A シリーズと聞こえる音声部分について誰がということに関しては、ここに書いてある通り浅岡参事官の発言でございます。で、法務省さんの方、3つ目、とりあえずじゃあ、IT 戦略として出したそのこの音声と、それに伴っての1番と2番の回答について、議員の方から疑問の点とかございますでしょうか。ACES って言ってるのは、平井大臣じゃなくて、浅岡参事官です、ね、ここは明確に申し上げますけど、ACES という発言は誰もしておりません。え、これ平井大臣、これは、文春の週刊文春の記事の中でこう書いてあったことを明示的に示したということです。河川部は週刊文春の記事、それから、赤にはなっておりませんけれども、その、記事で書かれているところに関して河川を引いているということでございます。そこは前回も申し上げた通り、もごもごという音で聞こえていなかったと思います。はい、そこは分かりません。我々はオリジナルの音源を持っているというだけで、それがどういう形で文春さんが公開されたのか、すみません、存じ上げません。吉田さん、すみません。そうすると IT 総合戦略室で聞き起こしたところっていうのは、河川がないところ、ベンチャーですねと、そこだけですか。いや、差分が分かるようにこれ書いただけですので、当然この河川の部分も聞き起こしています。そういう意味では、その河川の部分は一致しています。で、一致してないところがここのところだということです。つまり、一致してないところがこの破線で書いてあるところで、その通りです。あとは、もうこの通り言ってるということですね。はい、前回聞きましたけれども、大臣は文春の公開したテープは、その捏造してるか加工してあるみたいなことを言ってませんかって言ったら、言ってないって言いましたよね。でこれは何を意味しようとしてるかというと、文春はこれ加工してるっていうことじゃないんですか。そこはそういうことを我々申し上げているつもりはなくてですね、音声については会議の音声ではないかというふうに思っています。そこはで、そこに加工が入っているとは我々思っていません。ただおそらくこう文春さんに渡る中で、その音声が劣化する中でもごもごという形になったんじゃないかなというふうに思います。そこは我々、そんな説明あります？いや、そこだけもごもごするってあるの？いや、要するにそれは聞いていただければと思いますけれども、ただそこに対して文春さん の, 記事では、そこに ACES という言葉が入っていて、字幕にもそう入っていたので、それはそう入っていないということで、こう差分を書いたということです。いや、音声そのものは、じゃ あれ文春のは違うんですか？いや、違うとは申し上げてません。ただ我々 の, 音源を聞くと、よりクリアに聞こえるということです。よりクリアにしたら、これはその浅岡さん時間のベンチャーですねと、こういうことだったと、こういうことですか？よりクリアにした、解析したということですか？いやいや、もともと我々が持っているものはこういうふうに聞こえるものです。デジタルで加工したということですか？加工しておりません。加工しなくて、はい、こんなに違うんですか、文章の音源と。まあそうなんですね。全く理解できない。すみません、合わせてね、ちょっと 6番も回答していただいて、また質疑もしたいと思いますので、6番に関してはすみません、松尾先生の関与しているベンチャー企業をその網羅的に知る立場は我々ありませんので、教えていただきながら勉強していくということなのかなというふうに思います。正直言ってちょっと不可解で納得できないんですね。前回も
平井大臣の発言にある、そこの顔認証はっきり言って NEC より全然良いわっていうのは特定の企業を念頭に置いているはずと前回発言されたんですけど、その特定の企業はどこだったんですか。それを宿題にしたわけですか。前回申し上げたのはそのもあの、文字起こししていただいたそれを見ると、特定のということを我々そういうふうに読めるけれども大臣に確認するというふうにお答えして、はいはい、でそれ大臣に確認したところこうだったということをさっき申し上げた通りです。いやでもこれ先ほど原口さんもおっしゃったけれど NEC と比較しているわけであって、どこか特定の企業を言ってるというふうに私にはもちろん主観ですけれど思いますし、それでこの不自然なのはね、ここにもあえて東大の松尾教授が関与しているベンチャーはどんなのがありますか、その中で顔認証をやってるのはどんなのありますかと、私は単純にインターネット検索したら A シーズで出てきたんですよ。ということはこの平井大臣が発言された松尾教授が育ててられるベンチャーの中の顔認証をやっているの中にエイシーズも含まれているということは認識されてますか。前段に関してまずお答えさせていただきますと、その NEC の個別ということに関しては先ほど申し上げた通りこれ次の話題に移っているので、吉田さんすいません、だってその次の話題の前におっしゃってるじゃないですか、そこの顔認証ははっきり言って NEC より全然いいわ。そこはですね、はい、はいね、だから NEC と松尾教授のアルゴリズムなのかエーシスなのか分かんないけども、それを比べて松尾さんの方が全然いいよって言ってるじゃないですか。後ろは後ろでね、はい、またすごい問題だと思いますよ、はいはいね、後ろはちょっと別の論点だということはご理解ください。いやご理解も何も、はい、前の論点で NEC とエーシスもしくは松尾教授の今あなたがおっしゃるアルゴリズムを比べてますよねと、はいはい、説明になってないのは、はい、どこかの企業と比べてることは明らかなんですよ。それはどこの企業ですかって聞いてるわけですよ。どこの企業なんですか。私は本当、はい、少なくともインターネット検索で顔認証を松尾教授でやったら、はい、エーシーズがとかねいろいろ出てきたけれからエーシーズとは気持ちしませんよ、私も分からないから、その、このそこの企業という選択肢の中にエーシーズも排除されないんじゃないですかって聞いてるわけです。まあ、排除はされすみません、なんと言ったらいいのでしょう、その会議で、エーシーズという名前も出てこなかったので我々そこは認識してなかったです。だから排除はされないわけですよね、はい、ということはね、はい、他エーシーズ以外どんなところがあるんですかということを質問通告しているわけですよ。だからそれをね、はい、やはりまあ、疑惑なのかもしれないけどそれを否定する以上はね、はい、いや松尾教授のベンチャーで顔認証は他にもこんな会社こんな会社こんな会社いっぱいあるんですよということをね説明してもらったら、あそんなたくさんあるんだねと僕らも理解できるんでね、それをまあ1週間前から宿題出してるわけで、他にどんな企業があるんですか。まあ、松尾先生 の、すみません、これもウェブサイトで拝見する限りですね、さまざまな企業が松尾先生 の、関わったベンチャー企業として出てきております。顔認証で、はい、顔認証に関係して、顔認証にすべて関係するかどうかは我々存じ上げません。だから私たちは1週間前にそういう答弁だったから1週間かけて顔認証で松尾教授のベンチャーでどんなところがあるんですかということを1週間前からお願いしてるわけですよね。それで申し訳ないけど私がインターネットで調べた範囲ではエーシーズがドンとまず出てくるわけですよ。だからもしエーシーズじゃないとおっしゃるんであればエーシーズ以外にこういうところがあるんですよというのをそちらが出してもらわないとやっぱりこれエーシーズの可能性高いんじゃないのと、名前を言ってるか言ってないかじゃなくてね、エーシーズの可能性がやっぱり排除できないって今おっしゃったわけだから、やっぱりエーシーズの可能性があるんですよねということになるわけですよ。で逆に言うとね、このエーシーズとは何ですか。ベンチャーでしょ。直接関わってないのでちょっと分かりません。おそらくそうだと思います。いや、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください。だってそれを1週間前に聞いてるわけだからね、はい、エーシーズがベンチャーであって、はい、でその中が持っているアルゴリズムがとっても優秀って後ろで言ってるわけだから、エーシーズとこのベンチャーと松尾先生のねベンチャーのアルゴリズムが優秀だと、だから NEC にしないで
この A シーズにしなさいって言ってるじゃないですか。しかも3時間が朝岡3時間がここのところ入ってなかったベンチャーですねとね、ビシッと言ってくださってるわけだから、その顔認証はっきり言って NEC より全然いいわと、つまり松尾教授がなさっているあのベンチャーないしはエーシス、これが NEC より全然いいわと、そういう意味じゃないですか。私たち難しいこと言ってるわけじゃなくて、スマホも持ってられますよね。これ A シーズ松尾教授と入力すればね、例えば東大松尾研発 AI スタートアップ A シーズ画像認識サービスを提供、東京大学松尾研究室発の AI スタートアップ、それと東大松尾研究室発ベンチャー AI で人をデジタル化 A シーズと出てくるわけですよ。出てくるんですよ。そのことをね、今日もご報告いただきたいとお願いしてるのに、なぜか A シーズのことは1週間頼んでも知りません知りませんと言うから、逆にまあ逆にその不自然なんですよ。もし A シーズを否定されるならば、 A シーズはどういうところですかというのを今原口さんがおっしゃった時に普通に説明したらいいわけですよ。松尾教授の研究室のベンチャーで画像認識されてますと説明されたらいいわけですよ。さらにそれ以外にも松尾教授の研究室発のベンチャーで画像認識はこんな会社がありますとね、それをご説明いただけませんか。松尾研究室のウェブサイトを見ると、あのベンチャーがまさにリストが出ててですね、その中にエイシーズが入ってます。ただそれ以外 の企業も入っていて、でそれぞれがどこにあのスペシャリティがあるのか、すみません、我々モーラ的にはあの存じ上げません。いやだから私たちは1週間前からそれで画像認識やってる松尾教授のベンチャーはどこですかと1週間前から言ってるわけです。それを調べないということ自体がね、私たちはなんかね、なんかこうしっくりこないんですよ。結局 A シーズンになっちゃうから、結局そこを調べないんじゃないかということじゃないかなと思うんですね。だから A シーズンのホームページ見ると、A シーズンは画像認識を中心とした AI アルゴリズムの力、アルゴリズムっていうね、言葉が出てますね。この力でリアル産業の DX を推進し、シンプルな社会を実現する会社と。わあ、素晴らしい会社だなと思いますよ。つまりこの A シーズと NEC を比較してこっちにしろって言ってるわけで、いやそれ以外の取りようがないです。あの松尾先生からですね、会社の、会社あるいは技術、まさにそのアルゴリズムですね、こういったものを、紹介して勉強し始めている我々、ま、あの途上にあって、その中で、企業も紹介を受けています。で、その勉強し始めてますけれども、そこはエイシーズではありません。いやいや、そんなあなたの勉強を聞いてんじゃないんですよ吉田さん。あなたの勉強を、あなたが何を勉強されてるかっていうのを聞いてはなくて、ここで大臣が言ってること、そして松尾先生があの関係されているエイシーズというこの会社、それはこういうもんですねっていうことを言ってる。だからどれとどれを企画して絶対 NEC にはまあ断然いいと、断然いい方をやった方がいいんですよ。だけどそれはあまりにも不透明だし、しかも講談を見てみると、オリンピックであんまりぐちぐち言ったら完全に干すからねと。ここは何ですか、オリンピックでぐちぐち言って NEC が何を言ってるんですか。すいません、そこは我々もまさにさんの、これはオリンピックの話ですので、いわゆるそのオリパラアプリの話だと思いますけれども、そこは交渉の過程ですので、我々申し上げられることは特にありません。これはオリンピックのオリパラアプリについてぐちぐち言ってるんですか。言ったらですね、言ったらです、言ったらというふうに、ぐちぐち言ったらと、今でもなんか干さなきゃいけない、ね、完全に干すからな、死んでも発注しないと。で、コートリン聞きますけども、こんなこと大臣がやっていいんですか。特定企業を死んでも発注しないなんていうことを部下に命じていいですか。
お答えいたします。一般論を申し上げますと、発注機関が、どこに何を発注するかについては、それぞれの政策判断の問題でありますので、そういう発言自体を独禁法上問題とするというのは難しいというふうに考えております。具体的にその私も独禁法改正案をお宅 の、 前の前の人と激論しながらやりましたけど、一番まずいのはマーケットアビューズなんですよ。独禁法が禁じている最も深い罪はマーケットに公正を害することですよね。こんなの死んでも発注しないって、特定企業を最初から排除して、しかもその権限がある中央政府の人間が言って、それがアビューズじゃないっていう、その根拠を教えてください。すみません、先ほど一般論を申し上げたわけですけれども、そういう意味ではその本件に関して言いますと個別の案件になりますので、なかなかちょっとお答えしがたいということになります。一般論で聞いてるわけですよ、ね、発注権限を持ってる人間が、特定の企業は死んでも発注しないと、それはじゃあそのアビューズにならないわけですか。だって圧倒的な権限を持ってるわけですよ。しかもその権限は国民から付託されたものであって、その財源は国民の税金ですよ。それいいですか。特定の一般論ですよ、特定の発注者のその判断だと、それでいいですか。それだったら独禁法ってもう成り立たないんじゃないですか。はい、繰り返しになりますけれども、何を発注するか、どこに発注するか、あるいはどこに発注しないかを含めて、発注機関の政策判断の問題だというふうには考えております。ただ個別の問題についてはちょっとこの場ではお答えできないということです。ペーパーでください。今後の、ね、独禁法の改正の議論にも、あなたが今おっしゃったことは極めて重要だと思いますので、それだったら独禁法いらないですよ、これが許されるんだったら。先週もお聞きしたんですけれども、その IT 室のメンバーの中に東京大学3人ってなってるんですが、この所属がどこかを確認していただきたいということでした。東京大学に所属している補助非常勤職員3人いますけれども、いずれも松尾研究室には所属していないと承知しています。どこかは分かりますか。前回その松尾研究室の人はいないのかというふうに言われたので、そこを確認したまでです。あ、いやいや、いや実際に所属はどこなのかっていうのを、すいません、私ちょっと今把握しておりません。じゃあ改めてそこを教えてください。それでその OB の方を含めていないんですか。現在その松尾研に在籍しているような方っていうのがなんか100人近くいらっしゃるとかっていうのは報道で見ましたけれども、OB の方で IT 室に所属し、席を置いている人はいませんか。いずれにしても確認いたします、はい、それと NEC の人は IT 室には在籍しているわけですよね。そうですね、それで今原口さんの話にも受けてなんですけれども、その、NEC には死んでも発注しないとか、その向井さん一発遠藤のおっちゃんあたりに脅しといた方がいいよっていう形で、向井室長代理に、いわば平井大臣が指示するような形になってるわけですけれども、向井さんはこの場での指示を受けてどういうふうに対応したんですか。で実際その後減額の話になってくるわけですよね。今回の契約の変更のですね、交渉につきましては、主にその担当の参事官がですね、受注企業の代表企業である NTT コミュニケーションさんとやらせていただいておりまして、なのでそういう交渉の場にですね、向井がいたということは我々承知はしておりません。いや、向井さんはどういう指示をされたんですか。
これはまさにその大臣が、まあこの場で向井さんに対して話したことで、まあ、それをあの踏まえてですけれども、我々はあの、まあ、組織としてですね、組織としてそこからその契約の、見直しといったことまで、行ったということでございますので、まあ、それをあの、向井審議官が、全体をあの、まあ、見た上で、最終的に判断したということで、何かその特定の指示をあのしたということはあの我々はあの認識していません。いや、確認してください。大臣の指示を受けて向井さんがどういう指示を出したのかと。明確に言ってるじゃないですか。その向井さん、ちょっと一発遠藤のおっちゃんあたり脅しといた方がいいよって。遠藤のおっちゃんというのは、これ NEC の会社概要を見ると、遠藤信弘さん、 NEC の代表取締役会長ですかね。向井さんに脅しとけって、一発脅しといた方がいいって指示してるじゃないですか。これはあの大臣も会見であの申し上げている通り、あの極めて気心の知れた2人に対してあの、まあ、そういうことを言ったと。で、まあ、そこをあの向井審議官がどう受け止められたのかはあのすみません、我々いや気心の知れたかどうかなんかそんな私たち関係ないですよ。政府っていう中で大臣が政府の構成員であるこの向井さんという審議官に対してやっとけって指示してるって、その外形的なことしかないですよ。別に間の関係なんか関係ないです。その NEC はなんでそんなことに死んでも発注しないとかね、出入り禁止にしなきゃとか、何をやったんですか。それは存じ上げません。存じ上げないね、公取聞きました。個別のあれには言えないかも分かんないけど、さしたる理由も担当官が分かんなくて、出入り禁止あるいは脅し、そして死んでも発注しないですよ。こんな不公正なことはありますか。まあ、個別の案件についてはね言えないでしょうけども、こんなものを取り締まるために今の独禁法じゃダメですか。そしたら独禁法の改正案を私たち作んなきゃいけない、ね、あのすいません、あのこの会議の後ですね、あるいは前後、 IT 室と NEC との間で会合があったのかなかったのか、この会議録の中ではあのこの会議の前に一度会っているという状況がまあ想定されるんですけれども、その、言ってありますもうって言ってますよね、 NEC に対して。でそのこの会議の前にお会いになられたんであれば、その時はいかなるやり取りがあったのか、そしてまたこの平井大臣からのですねご指示を受けて、IT 室として日本 NEC にどのようなことを伝達されたのかということを教えていただきたいんですけど。あの大臣の発言の趣旨はまあ、前回も申し上げた通り、まさにその契約の見直しにおいて国民の税金を預かる立場として、少しでも無駄な投資をしないと、料金を引き下げるということで、表現がこういうまあ、ラフな表現になったということを言っているということであります。で NEC とのやり取りに関しては、これまさにそのコンソーシアムという形で、今その開発作業を行っている中で、この先ほどのですね伝えていますという発言に、言ってありますもう、はいかという発言になったと承知しています。じゃあ、IT 室はこの会議のあと NEC さんと個別に会合をしている、あるいは NEC さんに対して個別に何かを伝えたということは断じてないということですね。契約に関して言いますと、これはもう NTT コミュニケーションズをだから契約以外でも、はい、この契約に関連して以外でもですね、NEC さんと何か個別に会合する、あるいは NEC さんに何かを伝える、連絡するということがあったのかなかったのかと
ということを教えていただきたいんですけど、今吉田の方からもです、ね、説明があった通りなんですけども、プロジェクトのですね、やっている中で平素からですね、いろんなやり取りをさせていただいてございます。事務的なやり、ただ契約の交渉に関しましてはですね、受注企業でございますの代表企業でございます NTT コミュニケーションさんとやらせていただいているということでございまして、平素から NEC とやり取りが全くなかったということはございませんし、それは先生のおっしゃる通りでございます。じゃあやり取りはあったと、契約に関連してではなく、はい、他のことであったと。要するに、NEC とはしょっちゅうやり取りをしているということですよね。もちろん NEC もコンソの代表企業で、うん、NTT コミュニケーションさんですとか NEC さんとか JBS さんですとか関係企業と平素からいろいろ打ち合わせをしながらプロジェクトを進めておりますので、平素からやり取りはございました。これね、後の方で一番最後のページ皆さん書き起こしたもの、お前何の役にも立たないものを作ったお前の判断も悪いと、そんな仕事を受けるなと、もともとあんたの責任もあるからねと、何の役にも立たないものを作ったと、これは何ですか、お前っていうのは誰ですか。まあ答えてるからかなりさんっていうんですかね、新庄でございます。新庄さん、はい、新庄副 CIO がお前ですね、副 CIO にお前と言っていて、じゃあこの副 CIO は何を作ったんですか。我々の理解でございますけども、先生もご案内の通り、オリパラの中でですね、外国人観客の受け入れ断念ということで、この顔認証、NEC さんが担当されてました顔認証の部分は NEC さんが担当され、これはまさに一般の外国から来る観客向けのサービスだったわけなんですけども、その受け入れ断念ともなりまして、顔認証の部分、その機能の運用ですとか保守というものを行う場面自体がなくなったということでございまして、ある意味その使えなくなったということで、ここにあなたその余計なことを足さなくていいですよ。何も使わなくなったっていうふうには言ってないじゃないですか。役立たずなものを作ったお前の判断が悪いと言ってるわけですよ。これの発注書出してください。 NEC が作った顔認証システムなんですか、何なんですか。私ご案内の通りとか言われて知らないから聞いてるんで。失礼いたしました。昨年12月28日に公示した際の使用書の中にですね、こういったサービスを盛り込んだ勤務を提供しなさいというような契約になってございまして、そのうちその顔認証といいますのは、外国人観客がですね、競技会場に入る際にその顔認証機能を使って、クリアランスといいますか、そういったことをするといったサービスを、指してございます。その部分がまさに観客がですね、受け入れが断念されたという3月20日のですね、5者協議の、ご判断があって、その実現をする、運用保守をする場所自体がなくなってしまったということなんですけども、そこでですね、まさに使えないというか、いうところで、あなた、私ね、吉田さんは非常にこうストレートにお答えになるから笑わなくていい、褒めてるんですよ。でもあなたは今変化球を投げられたんです。使わなくていいから役に立たなくなったんじゃないでしょ。それそのものがこの平井大臣の文脈から言うと、役立たずなものを作っちまったと、ものそのものが悪いんだって言ってるわけですよ。それはすいません、まっすぐ答えるようにしたら答えますけれども、吉田さんよろしくお願いします。同じことでございまして、結果的にこの受け入れ断念なので使わなくなったということで、役に立たないということに発言につながったんじゃないかなと我々は思います。いや、そうですか。だって香川でやってるのは平井大臣がね、ろくでもないそのものを逆にその成虫を加えたと、正義のヒーローだと、そういうふうに報じられてるんじゃないですか。これ役に立たないっていうのはそういう意味ですか。外国人が来なくなったから役に立たないってそういう意味じゃないでしょ。だって作ったものがあったら他に使えるものが早く考えて持ってこいって言ってるわけだからね。あなたがおっしゃるようにですよ、石井さんがおっしゃるように、結局使えなくなったから役に立たないんだって言うんだったら、この後ろの発言にはなんないはずなんです。作ったものがあったら、他に使えるものがあったら早く考えて持ってこいと、ね、つまり物が悪いんだと、こんな役立たずを作りよって NEC
ろくでもないと言ってるんじゃないんですか。払えないよ NEC には基本的にはと、ね、だってそうじゃなきゃ他に使えるもんがあったら早く考えて持ってこいって言わないでしょ。可能な限り直球で答えてるつもりなんですけども、すいません。あのこの新庄副 CIO さんっていうのはどこのご出身の方なんですか。政府副 CIO ですけれども非常勤で、あと慶応大学の、教授です。あ、慶応大学の先生なんですね。原口先生の、はい、答えなんですけども、まさにこの顔認証の部分というのがこのサービス、提供するという契約ですけども必要なプログラムですとかそういったものを、納品されるといった、基本的にそういった契約になっているんですが、これ納品なり何なりされてもですね、我々政府としても正直、まさにこのオリンピックの競技会場に入るための機能でありサービスでありですね、それに付随する納品物が契約上提出されるというようなもともと契約だったんですが、仮に納品されたとしてもどこでも使えないということでございますし、それが仮に政府として何かしらですね活用方法があるのであれば、そういったご提案がいただけるのであれば納品を受けて政府としてもそれをさらにどこかに使うということはあり得るんだと思うんですけれども、そういった場面もちょっと想定を我々としてされなかった中で何か使えると他に使い道があるということであればそれをご提案いただきたいという趣旨だというふうに私は理解してございます。公取聞きましたか。だってあなたが直球で答えようとしてるのは分かるけど、だってオリパラで外国人が来なくなったのは別に受注者の責任じゃないじゃないですか、 NEC の責任じゃない。だからいや他にも使える汎用性のあるものを入れろってその時にね発注書に書いてあるんだったら別ですよ。何かしらの不具合があって平井さんはろくでもないものを作ったんだというふうに、だってお前何の役に立たないものも作った、お前の判断も悪いとここまで言ってるんですからね。やっぱり国会で直接大臣に聞くしかないなと思いますね。ちょっと、ね、ごめんなさい、私の方からね、さっきのところ手戻りしますけど、公取に聞きますけどね、独禁法にかかるかかからないかというのは、その発注期間というね、この時間的な概念にかかるのかという要件として話がありましたけどね、ちょっとこれ、個別で出して申し訳ないんだけども、平井大臣はこれ、デジタル庁は、庁はですよ、NEC には死んでも発注しないんでと。でこれね、時間の概念でいうと、デジタル庁は9月1日にできてと。でデジタル庁が未来永劫発注しないとまで取ったらこれ広いんだけども、例えば平井大臣が自分が大臣のうちはとかですね、死んでもってことないと思うんだけど、こうなるとねかなり時間的な軸がね相応なものになってくると。でこれこの後一般論で聞くけども、今言ったねこれデジタル庁が発足してから相応な期間発注しないとなると、その個別のね発注期間にという要件にかぶさってくるかもしれない。それに対してその時間軸に対して特定の企業を排除するというのは、これは法的にはいかがなんですか。いささか問題もないですか。一般論というお話でございますけれども、ここまで具体的な事実をもとにしてしまいますと、そうじゃなくて、前案を取って、ね、とにかくある程度以上の時間軸で、今言った、発注の期間にかかると思われるような時間軸の間に、個別の企業を排除するというこういったことは、法には触れるというようなことはないですか。可能性は排除ということになりますと、その具体的に排除されているかというところ、排除効果みたいなのがあるかどうかということになりますけれども、それを見ることになるだろうなと思います。いずれ排除されていたらってことですか。排除という事実がなければダメだと。排除という事実がなければいけないというわけではないんですけれども、ただ本件なかなかその独禁法違反としてどういうものが当たるかというと、本件のこと言ってんじゃなくて、はい、今言ったようにじゃあ排除されているという事実がなくてもいいって今おっしゃいましたね。そういうことでしょ。じゃあ排除の可能性を示唆するってことはこれどうなんですか。排除の可能性を示唆するということ、一般的にそうしますとその、事業者を排除するような行為
というふうに考えてみますと、それはその単に排除の可能性を示唆するだけだとなかなか問題にならないかなというふうに考えています。よろしいですか。すいません、公正取引委員会としてですね、ちょっと教えていただきたいんですけど、優越的地位の乱用は、その乱用の主体は公務員もその主体に入りますか、あるいは特別職の国家公務員もその大臣もその主体に入りますか。一般論として、一般論でお答えいたしますと、優越的地位の乱用、より、ちょっともう少し上位概念の話になりますが、独占禁止法、自体が、いわゆるその事業者 の、競争を、制限したり阻害するような行為を、禁止行為としていろいろ規定をしている、法令でございます。でそれで独占禁止法上を、その事業者に対するその規律を課しているわけですが、事業者とは何ぞやと、というところが独占禁止法上 の、2条の1項というところで、定義規定というところでございまして、ちょっと説明長くなって丸くて申し訳ございませんが、で商業工業金融業その他、事業を行う者を言うと、ということで規定をしてございます。でその、それしか規定がございませんので、その、個人であるかとか、株式会社法人であるかとか、そういったことについての、限定というのは分離上はですね、何も書かれてございません。でただし、じゃあそれで、公務員が一般的に入るかどうか、ということで申し上げますと、それは個人、公務員個人の職員、の権能として、行うことが、事業者かっていう、要するにその独立でその事業を行っているかどうかとはなかなか見なしにくいのではないか、というようには思いますが、直接的なその、いわゆるその判例的なですね、規範というのは直接的にはございません。これまで判例がないってことですか。はい、ある判例としましては、ちょっと ご質問の趣旨とは外れますが、要するにその国が行う事業として、その、事業国が行う行為がですね、独占禁止法上、この事業者に該当するものがあるかどうか、ということに関して言うと、もうすでにもう現在では民営化されておりますが、郵便はがきのですね、年賀はがきでありますとか、そういったものの発行に関して、でこれはその最高裁の判決といたしまして、その、何らかの経済的利益の提供、これに対応し、反対給付を反復継続して、言ってみれば対価を払ってもらうと、そういう事業活動を言うと、というように、一応その判示された、ということはございます。いやだからね、今川内先生がおっしゃった優越的地位の乱用というのは不公正な取引の一類型でしょ。独禁法が禁じている不公正な取引の一類型ですよね。はい、さようでございます。それは自己の持つ優越的地位を利用してマーケット並びに商取引を歪める行為で、この行為についてはその主語が誰かということは問わない。行為については、独占禁止法上の2条9項で、先生のご指摘になった優越的地位の乱用については、行為としては規定がございます。で、優越的地位の乱用を含めまして不公正な取引方法、これを行ってはならないと、というのが独占禁止法上の19条で規定がございまして、で19条では事業者は不公正な取引方法を行ってはならないと、という規定がございますので、独占禁止法の、19条で事業者が、行ってはならないと。だからその事業者という言葉の中に、はい、公務員あるいは公務の組織は除くということは書いてないということですよね。事業者はと書いてあるだけで、はい、法文上これこれは除くとかですね、除くとは書いてはないです。事業者としか規定がございます。わかりました。そこでお尋ねしますけどね、NEC とは日常的に IT 室はやり取りをしていたのだということを先ほどお認めになられましたけれども、この会議後ですね、この会議後 NEC さんにですね、いや大臣がめちゃめちゃ怒ってんすわと、
いや我々もえれ叱られましてねというような会話を NEC さんとされたかというのを教えてもらえますか。ちょっと私の知り得るそのようなことを伝えたことはないんですけども、あの、はい、知り得る限りでしょ。いや、あの、知らないことはすみません答えられないので、あの、私の知り、あの、伝えてないと思うと言っても多分先生は満足しないと思いますのであの、すみません、全員に聞き取りしたわけでもないので申し訳ないんですが、そこが非常に重要なところでね、あの、この会議で、まあ、大臣めちゃめちゃ怒ってるわけじゃないですか。あの、ここまでその怒るような方じゃないと思うんですよね。あの、だって会議中にワニの動画見て心和ませるような、あの、心穏やかな人なわけですから、ここまで声、まあ、この声のトーンは分かんないけれども、言ってることは少なくもすごい激しいことをおっしゃってらっしゃるので、こういう大臣が怒ってたよというようなことは誰かが NEC さんに、ね、お伝えになられてるんではないかというふうに思うんですよね。それをですね、ちょっとご確認いただいて、あの、教えてもらいたいんですよね。念のためですが、先ほど申し上げましたように NEC さんとか平素からやり取りはですね、プロジェクトの遂行に関することでございますので、まさに今川先生おっしゃったような内容、まあ、若干その契約の変更の経緯に関わる話っていうのは、まあ、交渉事っていうのは基本的に我々 NEC コミュニケーションさんとやらせていただいてますし、NTT、失礼いたしました、 NTT コミュニケーションさんとやらせていただいているので、あの、基本的にそういったことをお伝えしてないというふうに理解をしてございますが、あの、ご指摘はあの、ちょっと持ち帰らせてください。ちょっとね、確認していただいて。いや、だって言ってありますよって、新庄副 CIO がもうちゃんと言ってますよって言ってるじゃないですか。これ何つったんですか、 NEC に。で、いくら払うんですか、払ったんですか、払わんですか。コンソーシアム、受注企業との契約ということでは、あの、 NEC さんとはですね、あの、契約の解除という形になってございますので、あの、契約の変更によりですね、ですのでお支払いはこのないということでございます。支払いはないで、なんて言ったんですか、新庄 CIO は。すみません、持ち帰らせていただければと思います。なんで、だって今日聞きたいのは一番聞きたいのはそこなんですね、だってふざけんじゃないと、なんてことすんだと、ちゃんと言ってるだろうなと、お前の判断も悪いと、民間から慶応大学の方ですかね、新庄副 CIO に、で、副 CIO はもう言ってあると、なんて言ったんですか。そこ確認して、次回で結構ですから教えてください。それ知ってるでしょ。知らん。そうですか。すみません、私のからまたちょっと戻るところなんですけどね、さっきの平井大臣の彼が抱えているそのベンチャーっていうか、ベンチャーでもないなと、朝岡参事官ベンチャーですね、このベンチャーっていうのは大臣、まあ、朝岡さんもそうですけど、どういう意味で使ってるのか、例えばベンチャー事業とかベンチャー企業とか、あの、まあ、そういう言い方もあるし、ベンチャーそのもの自体はまあ新規のものに取り組むとか、そういう意味があるんですが、これ何を想定して使ってます。あの、そこがまさに、あの、今ご指摘の通りで、あの、通常からですね、通常から我々そのデジタル庁でそのまさにそのベンチャー的なものに対して技術をよく、あの、把握するようにというような、あの、あの、話をしているところです。だ、そういう意味でその大事にそのベン、ベンチャーでもないなという言い方をしているのは、いわゆるそのベンチャー企業以外のところも想定して、あの、先ほど申し上げた通り、そのアルゴリズムということです。だ、ここに、あの、まあ、前回も合いの手というふうに申し上げましたけれども、合いの手としてまあベンチャーですねという話はございましたけれども、まあ、ここは、あの、そういう意味では広くですね、あの、まあ、研究室で扱っているさまざまな技術をということで、我々はあの認識しております。やってもね、あの、この朝岡さんのこれがね、ちょっと不自然すぎちゃって、例えばね、これ、A シーズをイメージしてね、A シーズがまあそのベンチャーというか、いや、でももうあれかな、結構親しんできてるから、ベンチャーでもないなと、ね、言うんだったら、で、朝岡さんが、いや、まだまだ新規だからベンチャーですよって言うんだったらね、想定してるものが浮かぶんだけども、これ、特に朝岡さん、これ、何をもってベンチャーかベンチャーでもないかってことで、ベンチャーですねって判断したんですか。
今言ったように何かの特定のものをあの頭にイメージしないとベンチャーなのかベンチャーでないのか判断できないでしょう。そういう意味でこれすごく不自然なんです。これ何を想定してるんですか。会話の流れの中での合いの手なので何かをその肯定あるいは否定しようとしてということではなくてそれをでもないなということを言ったのでさっき申し上げたようにさまざまな技術があるので、まあ、ベンチャーですね。だけどねこれ重要なことはねこの大臣のこの文字起こしだけからすればね、はい、A シーズを想定しているとも読めるわけですよ、ね、読めますよねこれだけで A シーズは絶対にだから口には出してないけど A シーズは全く想定してないとはこれは読めないですよね。そうすると今度はまた外形的だけどもベンチャーですねと判断できるできないというのはこの2人の間にあうんでね A シーズってものをイメージできていることもこれ排除できないわけですよ。ただこれも前回申し上げても私もその場に居合わせましたけれども正直念頭には全くなかったです。いやあなたの頭の中身のこと聞いてるんじゃなくて A シーズも使わなかったと100歩譲って言うとしてもでもねこの会話の中で私が今言ったようなのが自然な取り方それで法務省聞きますよ。ここで重要になるわけだけどもこの8条これは公取の判断じゃないっていうんで改めて確認しますけどねこの上のうぬぬぬぬ長いんだけど売買だ賃借だ請負だとかねあ違うかごめんなさい国等は入札等にように行うまあ、契約か。この、うん、法務省刑事局でございます。まあ、この条文、いろいろ書いてますが、条文はもうここ記載の通りですが、まあ、簡単に、抜きますと、まあ、職員がまあ、そのまあ国等が入札等により行うまあ契約に関してその職務に反していろいろ例示がありますけど入札等の公正を害すべき行為を行ったときは罰を科すという条文の構造になってございます。それね聞きたいのはその基本的にいくら以上とかってもうみんな入札ですからね随意契約ってことは法的にないわけだからだから一定額以上想定できる国の売買となるとこれほぼこの入札等によるのこの契約に入るわけだ入ると、ね、で次に事例はたくさん書いてあるけども秘密予定価格だとあるけども、まあまあ、それは一つの例示だけどもねその他の方法ってんだからこれ例えばこの会社ダメよとかで今言ったようにどう考えてもこのベンチャーのというかねこう一つの括りで明示はしてないけども暗示するこれ重要なことなんですよ今のやり取りで僕はそれ暗示してるかどうかというところだったんだけど暗示をしてですよある企業を暗示してこれがいいんじゃないのということこれはこのその他の方法には入り得ますか。あとすみません具体的な事案の当てはもちろんできないんですが今言ったように特定の企業を排除したりないしはこの企業がっていうんだけどこれは明示じゃなくて暗示の場合このような2つね今申し上げたわけでもこういう一般論の場合はこのその他の行為にその他の方法に入り得ますか。一概には申し上げられないというのが結論にはなりますけれどもノーとは言えないということでしょ。入札等、まあ、結論といたしまして、入札等の公正を害すべき行為がなければ罰則の対象にならないので例えば、まあ、そのあくまで一般論でございますけど特定の発言があって、まあ、その後、まあ、入札等が適正に行われているということに公正を害すべき行為がないということになりますとあくまで条文上は入札等の公正を害すべき行為でございますのでそこを処罰することになりますのでそれがなければ処罰は罰則の対象にはならないとしか申し上げられません。ただ私たちも会計法とかそれから予算決算および会計令に沿ってやってるわけですね。でそれに沿わない指示を大臣が出したっていうのそれはその不公正な入札の準備行為とも取れるわけだしあるいはそういう違法な行為をするように、まあ、特定の事例じゃないですよ一般論ですけども指示をしたっていうのは
それはそれは責任は重いと思いますけどね。私たちは会計法や予算決算及び会計令に従って入札をしているというふうに今の政府は思ってるんですけど、それは間違いないですよね。ここに国等が入札等によりというふうにございます。この入札等によりっていうのは、いわゆる指名競争入札ですとか一般のその競争入札に限るものではなくて、およそ競争による方法というふうに、この法律上も定義をされているところでございまして、ここにつきまして、特にそのこの議員立法で平成18年にできたときには、個別の要件解釈については特に議論になっていなかったように思います。で、ここについて明確に裁判例があるわけではないんですけれども、似たような条文としまして、刑法の96条の昔3だったんですが、96条の6というところに公契約競売入札等妨害罪というのがあります。ここのその入札等につきまして、もう入札等が決定されているという具体的なものが必要だという、高裁レベルの裁判例があるところでございまして、具体的にそういう、きちんとしたその手続きの中で決定されている入札が前提になってますので、先生がおっしゃる通り、輸血令ですとかそういったものに基づく手続きが行われている中で、公正を害すべき行為があったのかどうかというところを見ていくことになろうかと思います。そうですね。96条の6は、偽計または威力を用いて公の競売または入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為、これをした者は3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処すと。まずここですね。独禁法の世界に行く前にこの世界の話をしなきゃいかんのかなと思います。ただ先ほど申し上げましたように、公正を個別 の, その事案につきましては我々申し上げることはできませんが、その発言そのものがどうかという評価ももちろんできません。ただその入札等を害すべき行為というのが具体的に具体的なその契約にもとの過程におきまして、入札等の公正を害すべき行為がまさに行われたかどうかというところにつきましては、事実関係と具体的な証拠に基づいて判断をしていくということになろうかと思います。ありがとうございます。よろしいですか。さっきオリパラアプリの契約に関係のことについては NTT コミュニケーションズさんを通して話をしているというふうに教えていただいたんですけど、そうするとしつこくて申し訳ないですけど、大臣がこのむちゃくちゃ怒ってましたよということは、 NTT コミュニケーションズさんには伝わっていると、伝えたということでよろしいですかね。なるほど。先ほどと同じ回答になるんですけれども、教えてくださいよ。私の知りる限りはそういうことはなかったというふうな、回答なので、先ほど一回確認させていただくということで、じゃあそこも含めてご確認いただけますか。まさに大臣のご本会のご発言の趣旨が受注側に伝わっているのか否かといったご質問でございますよね。そうです。私の認識ではないと思いますけども、確認させてください。じゃあ宿題持ち帰ってくださいね。さっきの朝岡さんとかのベンチャーっていうどういう意味で使ったかも確認してください。急ぎです、すみません。4番5番回答お願いします。4番の超一点についてですけれども、契約書現在不動産会社も含めてですね、手続き中ですので、現時点ではお示しすることはできません。ここか。ただ契約額のところがですね、賃料がその4倍になったとの報道がありますが、それについてもということですけれども、これもですね、実際賃料自体ですね、今の IT 室と比べると、その規模になります。ただ当然のことはこれ現在の IT 室はですね、虎ノ門入居時点で150人の体制だった。でそれがそのデジタル庁指導に向けてですね、どんどん体制を今強化しているところで、さらに他の組織も番号室などもですね、合流するので500人超える規模の体制になるといったところですとか、あるいはそのこれまでその IT 室にはその政務三役の部屋ですとか、あるいはその官房の機能ですとか、そういったものがなかったので、こういったもの必要なその機能を備えるそのフロア面積を確保したということで、実際は面積約5倍になっているということで、これ当然もうこれ世の中的にもですね、テレワークやればいいじゃないかみたいな話も承っておりますけど、これテレワークを前提として作業してもですね、これからの増える人数規模
を勘案したら、まあ、そういうことになるのか、ギリギリというかですね、まあ、足りないぐらいではないかというふうには思っているところです。で5番のところですけれども、東京ガーデンテラス紀尾井町が移転先になった経緯、理由をということでございますけれども、デジタル庁 の、 その、 あのこれから、今まさに公募しているその民間も含めたですね、優秀な人材が働きやすく、そのあるいはその各府省と の、 その、 調整業務を円滑に遂行するためには、国会霞が関の官庁街の近くですとか、まあ、そういった条件を総合的に勘案して、不動産会社からその提示された候補の中から選定したものということでございます。はい、ありがとうございます。時間になりました。今日の宿題含めですね、仮にまた平井大臣に何か問題の行為などがあった場合はですね、それも含めて、ちょっと時期はまた後でお知らせしますけれども、第3回も開かせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。